どうも、じゅんです。今回は横浜の古着屋ライオットさんに秋冬物がたくさん入っているということでお邪魔してます。それでは早速行ってみたいと思います。ヤキさん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。ということで、こちらライオットのオーナーの平木さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。早速ちょっとおすすめのこの秋冬アイテムというのを紹介したいなと思うんですけれど、はい、これって、何群ですか。これはこれ、正式に群物として採用されたわけじゃないんですけれども、イギリス の、 あの公共機関向けに作ってるジェネラルサービスっていうところが作ってる、まあ、イギリス警察用のやつとは言われてるんですけれども、実際に、まあ、使われてたかどうかは定かではないんですが、まあ、90年代頃にこう作られてたデッドストックのものになってます。あ、デッドストックなんですね、これ。あ、じゃあこのもう袋に入った状態でっていう感じで。そうです、そうです。ちょっといいですか、見て。あ、ぜひ。この状態、これサイズは、はい、L サイズ。そうですね、 L と XL でご用意がありまして、今 XL がちょっと完売しちゃってるんですけれども。あ、そうなんですね、はい。ちょっとこれ着てみてもいいですか。あ、ぜひ。ちょっと開けたやつがあるので、ほとんど似た仕様で、イギリス軍の、はい、SAS っていう部隊でこう同じ形のものでこう作られてて、はい、まあ、違いでいくと、この表地の素材の違いと腕のポケットだったり、ここのフラップがついたりなかったりみたいな違いはあるんですけど、実際に同型のものでイギリス軍の特殊部隊にもこう納入されているモデルと同じものになります。で、今これ身長172センチで、これで L サイズ、これで L サイズになります。表記ですかね。でもなんかこういうアウターだから、このぐらいゆとりあっても全然いいですよ、ね、そうですね、はい。で、ポケットいっぱいついてて、はい、ここからポケットサイドからもこう入るんですけれども、ここですね、ここ、こんな感じで、ここから、はい、あで、入れるとあったかい、あったかい、あったかい。これなんかフリースみたいになってますね、ここがね。そうですね。あ、なるほど。あ、こういうなんかちゃんと利便性が考えられてますね。はい。いや、もうこのなんかギア感がたまらないですね、これね。そうですね。で、真っ黒なんで、結構タウンユースとしても使いやすい。確かに。買うときはもうこのデッドのこの状態で買えるんですかね。はい、デッドストックで袋入りの状態のもので、あと 2着残ってます。あ、袋入りであと2着なんで、気になる方はお急ぎでお願いします。これあれですよね、もうアメリカ軍とかもヨーロッパとか特にもう混ぜこぜっていう感じですね。そうですね、ミリタリーのものを並べております。このダウンベストっていうのは、はい、これがあれですか、エクワックスっていうか。あ、そうです、おっしゃる通り、エクワックス、アメリカ軍の、レイヤリングシステムの、はいはい、レベル7っていう、もう本当一番上からこう着ていただくようなアウターのものになってて、それの、ベストのものですね。あ、ベストタイプがあるんですね、これね。このプリマロフトってあれですよね、よくこのレベル7で使ってる。あ、そうです。ダウンよりも軽くて、はい、ダウンよりもあったかくて洗えるっていうのが特徴 の、 ポリエステルの中綿になるんですけれども、これでミディアムレギュラー M サイズになってますね。これもやっぱレギュラーとかショートとかそういうのが、ね、そうなんです。結構大きめの作りになってて M サイズなんですけど、日本サイズでいうと L とかそれぐらいの大きさにはなります。そうなんですね。これもアウトドア行く人とかいいですよね、普通にね。すごくあったかいので、あと何よりこう洗えるっていうのがどうしてもこうアウトドアの方だと汗かいたりとか、まあ、焚き火して匂いがついたりとかで洗えないこととか多いと思うんですけど、これも完全に洗えちゃうのが。あ、でもこのままもう例えば洗濯機ボンって入れちゃって問題ないんですか。はい、あ、そうですね、洗濯機で、はい、あ、ま、できれば手洗いの方がいいんですけど、洗濯機で自分は洗ってて、はい、あとどうしても洗った後に干すときにちょっとこう中綿の偏りが出るので、はい、脱水して干すときに少しちょっと形整えて干していただければ完璧です。なるほど、もうシワとかもそんな気にならないという感じで、はい、ほぼシワは残らないような素材になってます。コヨーテカラーの、はい、これも同じシリーズですかね。そうです、
とそのコヨーテと、はい、もう一つ色違いでブラックがありまして、これってちなみに作ってる会社っていうのは、これがあのブルックリンアームドフォースっていうあのアメリカ軍 の、はい、あのコントラクターっていう納入業者の一つではあるんですけれども、そこが作ってるあの民間品のものになってますね。じゃあもうほぼほぼ同じ仕様のもので。そうですね、もうほぼ同じですね。使ってる素材なんかも全く同じなので。ブルックリンアームドフォース、はい、あ BAF っていう。あ、そうです、はい。あ、なるほど。アメリカ軍のものの実用品だと、はい、まあ、この辺のコヨーテとかはあったりするんですけど、はい、こういう実際そのアメリカ軍にはないこのブラックのやつとか、この辺はなんかこのやっぱり民間品ならではというか、ファッション的にこう取り入れていただくアイテムとしてはやっぱりこの黒は結構よく人気があるからですね。ですよね、まあ、一番着やすいっちゃ着やすい。そうですね。なんか僕も調べて XS サイズは、はい、民間にしかないみたいな。あ、そうです、そうです。これちなみにこの軍物っていうのも古着市場で出てきたりするんですか？はい、あ、出てきますね。はい。それやっぱ日崎さん見たら分かるもんですか？あ、分かります。もうタグの部分がやっぱりもう、はい、アメリカ軍仕様のものになってて、今ちょっとお店の方でその実際実物として使われてたやつが今ちょっと欠品しちゃってて、ちょっと比較するのはできないんですけど。はい、あ、そうか、じゃあここ見れば判断できるっていう感じなんですね。そうですね。はい、でもまあ自分のもう好みですよね。色もサイズもありますし。すね、はい、あ、これなんかちょっとまあ大きめだけどいいですね、このぐらい。そうですね。これでサイズが、これで M になってまして。あ、 M なんですね、はい。あ、もうこれ1個で本当にあったかいですね。あったかいです。これ真冬でもなんかスウェットなんか着ちゃうと、はい、もう汗かいてくるぐらい相当あったかいので、はい、もうプリマロフト恐るべしですね、はい、軽くないですか？結構軽いです、軽いです、はい、しかも洗えちゃうって言ったらもう本当に万能ですね。いや、いいですね、このシリーズ。このシリーズはもうなんか実際にこう着用できるこうミリタリーというか、はい、ファッションとしても結構取り入れやすい、あのアウターなので。確かにあんまりガチガチな軍って感じじゃないですかね。そうですね。はい、これは何軍ですか？これはイギリス軍になります。イギリス軍、はい、イギリス軍 の、はい、ケミカルプロテクティブジャケットっていうやつでして、中がこれあれですかね、カーボンになってる。そうです。あ、このなんかカーボンになったやつ昔もう10年ぐらい前に買って、はいはい、この中が結構つい服についてそうなんですよ。ちょっとこう引っかかる形なのと、はい、やっぱりちょっとこう擦れてカーボンが、はい、ちょっとこう黒っぽく白いものと合わせるとちょっとそうなんですよね、はい、黒くなりがちなやつなんですよ。でもなんかまあ洗っていけばだんだんなくなっていくっていう感じですよ ね、 これね。あとはなんか他の結構ユニクロ の、 はい、薄いダウンとかの上とかにこれを羽織ったりしてて、はいはいはい、あ、そういうのが中にあんまりこう引っかかりがないようななんかつるっとした素材のインナーと合わせていただくと相性はいいと思いますよね。あ、そうですよね。これサイズとかあるんですかね？サイズあります。まあ、着てらっしゃるサイズはこれがつだろう180の100、はい、日本サイズで言ったら L サイズ相当の、はい、サイズ感のものになります。あ、でもなんか多分下に実際結構着込むとしたら全然ちょうどいいですよね、このぐらいの大きさで。これやっぱり着ていくうちにちょっとクタッとなってきたりみたいな。あ、そうですね、中のやっぱりあのカーボン の、はい、あれが最初ちょっとバキッとしてるので、着込んでいくうちに少しこう柔らかくなるのと、実はこれもともとこれ未使用品のデッドストックの状態で仕入れたんですけど、最初は、はい、袋の中に真空パック状にカッチカチにこう、これぐらいのサイズに、はい、入っててそれを開封するとちょっとずつこう膨らんでくるっていうやつで、今ようやくここまでジャケットの手を成してるんですけど、最初はもうシワシワのなんかもうよくわかんない状態なんですけど、インスタントラーメンみたいな感じで、はい、そうですそうです。なんだかんだやっぱすごくアメリカ軍と比べるとまたちょっと違いますよね。そうですね、今結構やっぱりヨーロッパもののミリタリーすごい人気で、はい、
ユーロのミリタリーめがけてこれ来られる方も結構いらっしゃいますね。そうなんですね、はい、あとこのスーパースペシャルのやつがここにあって、これってあれですけども、はい、なかなかお店でも見られないものですよね。これね、はい、ちょっと触るのも緊張するぐらいのやつなんですけど、次回は超レアものから人気の群ものまで盛りだくさん。ぜひチャンネル登録してチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。